皆さんこんにちは、カチンチャンネルの勝二です。ということでイオンモールに来てみました。で、先ほど の、 あのスロープのところも、あの上りのねところも、あのこの何リップを擦らないで、上がれました。まあ普段使いに、ね、今してるので、結構あの車高ね、本当はもっと下げた方がいいんですけど、かっこいいんだけど、あのこのままで、行くようにしてます。スロープがね、上がったり下がったりするときに、このね、このこいつリップをね、擦ってしまうとちょっとね大変なので、まあ一回あのどこだっけな、和歌山に行った時に、あの立体駐車場に入ったらもうリップ擦りまくっちゃって大変だったので、でもまあ擦らないところをね、あの探して入るように今はしてます。あと気をつけるのが、あの車止めがね、バックの車止めがあの結構高いところがあるので、そうするとあの下の面をね擦っちゃったりするので、そこだけ気をつけて、買い物とか普段に使えるようにね、しています。結構荷物も積めるのでね、いい感じで使えるようになってます。ということでまたです。下りのスロープに挑戦します。